日本東京都北区赤羽赤羽は東京都北区の町名。現行行政地名は赤羽1丁目から赤羽3丁目。郵便番号は115-0045。東京都北区北部北端部に位置する。北で荒川を挟んで対岸に埼玉県川口市荒川町、道州都町、東で岩淵町及び市も南で赤羽南、西で赤羽西。 赤羽台及び赤羽北と隣接する。周辺には JR 赤羽駅、東京メトロ赤羽岩渕駅があり、鉄道交通の便が比較的発達している。東京都北区の交通、商業の中心地である。また、埼玉市民、川口市民、戸田市民など合わせて約200万人の人口を抱える都市が近接しており、東京都への通勤において、 大多数が赤羽を通過するため、埼玉県からの来訪者、購買層が高い比率を占めていることが特徴となっている。赤羽は、京浜東北線並びに、埼京線を沿線とする埼玉県とほぼ同一の経済圏を形成し、埼玉県と非常に密接な経済的かつ、生活上の関係がある。秩父山地源流の伏流水にも恵まれている。また、 ララガーデンという長いアーケードが隣町の島まで続き、日々賑わっている。かつては東京の北の玄関口とされた。歓楽街もありわい雑な雰囲気があったが、現在は駅西口再開発も完成し、かつての面影はほぼ残っていない。駅東口の赤羽南に作られた赤羽会館は、古くからの公会堂で、王子、本町の帰宅役所、 王子の北トピア、西木原の滝野川海岸と並び区民の文化拠点である。北区の成り立ちから、道区は赤羽を含む以下の地域を総じて、赤羽地区と呼称している。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、赤羽1から32から12の地点で95万円、平方メートルとなっている。また、最新の調査である2020年であり、 1871年11月14日に、浦和県から東京吹田豊島郡に編入された。1889年に岩淵町の一部となり、1932年に東京市大軸に組み込まれた。定説では、土器製作に適した木目の細かい上等の赤土が多い土壌から、この名がついたとされる。また、荒川南部に接する崖線を、 海といい赤土の露出した崖を赤バッケとも呼ばれていたため、この名前と関連するとの説もある。1950年代まで北区、板橋区での崖線の呼び名として一般的であったが、溶壁整備により観察は難しい港区の赤羽橋にも同様の説がある。2021年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。